取り入れていますよ。それは太陽の光です。大水槽の屋根はガラス張りになっていますので、晴れた日には太陽の光が水槽の中にさんさんと降り注ぐ作りになっています。ただ自然のものが2つ揃いますと、水槽の中にはどうしても藻が生えやすくなります。ですので先ほどから水槽の中にはダイバーが潜り、水槽の掃除をしているのです。ダイバーは水槽の左側で作業しています。これだけ大きい水槽ですので、1日では全て掃除しきれません。大水槽を全て掃除するのに丸1ヶ月かかるんです。今日は左側を特に中心的に掃除しています。水槽の中にはジンベエザメを含め4種類のサメを飼育していますが、どれもおとなしい性質です。人が潜っても襲われる心配はありません。特に